今日はですね、リクエストいただきましたんで、セブンイレブンさんのですね、ドーナツですね。ココアオールドファッションがうまかったというね、リクエストいただきました。で、食べてください。で、一番ですね、ちょっと味がどうかなと思ったというね、黒ごまのやつがあるんで、両方食べてくださいってことだったんですけど、黒ごまのやつがやっぱ人気がないんでしょうかね。なかったです。はい。ということで、ココアオールドファッションリクエストのものと、あと新商品であるツイストドーナツ、かっこ練乳風味、ですね。ツイストドーナツ、そうですね。を紹介したいと思います。ババン、こちらです。こちらがですね、ココアオールドファッション110円ですね。こんな感じ。はい。これ、なんだっけ、まあ、ちょっとセブンイレブンのドーナツ何をデビューして、何をしてないか、ちょっとね、忘れてしまいましたけど、いただきます。うん。うん。あ、なるほどね。すごいサクサクしてて、うん。なんか、なんだろうね。まあ、苦いまで言われないですけど、ココアの、いい感じの苦みが、うまい。うん。なんかね、ドーナツというよりは、なんか、サクサクした、お菓子みたいな感じ。さっくり。まし。そして新商品であります。ババン。ツイストドーナツ練乳風味。115円と。こちらですね。こうですね。はい。柔らかいね。持った感じが柔らかい。いただきます。うん。あ。うまい。なんだろう。パンがうまい。パンというか、ドーナツとか、がうまいね。普通、こういうのって、パンもピザもそうなんですけど、そこにどれだけのものをトッピングして乗せてるとか、お惣菜パンだったらそのお惣菜がどうとか、菓子パンだったらその上にかかってるチョコレートがどうとかあるじゃないですか。これね、このね、ものがうまいですね。この、あ、練乳風味だからか。このドーナツ自体がうまい。うん。あ、これは不思議な味な、これ。うまいっす。ぜひ試してみてください。うん。ごまんのはなかったですけども、今日ご紹介いたしましたのは、ココアオールドファッション&ツイストドーナツでございました。ありがとうございました。